そうで始まりました、むちチャンネルです。さあ、今緊急で動画撮っているんですけども、佐藤幸男先生のね文春の記事ですね、載りましてね、もっと生徒と付き合うのはあるあるでというですね、すごいタイトルだなもう、はい、教え子二人との離婚を経て三度目は22歳差婚、カリスマ予備高校師の波乱万丈すぎる結婚生活というのでね、はい、本日ね出ましたね、はい、すげえ3つも出てる、年収に関するものと、あとは世界史に関するものですね、はい、っていうので、文春オンライン出てて、あ、結構アクセスランキング載ってるじゃないですか。文科省のね世界史に関してはおかしいっていう記事、こんなにたくさん出たんだ、なるほど、ということですね。まあ別にだからそんな幸男先生がやばい状況だとかいうわけではありません。普通にあの文春から取材を受けたものです、はい。なんで僕自身はその記事書いてるのも知ってたんで、まあちょうど別件のさ取材とかも受けてたんで、まあ今いろんなことが起こってるんで周りで、で文春ってあの悪いスキャンダルだけ取り上げるわけではないので、はい、こういうのも起こってます。悪い方でもいろいろ周りで取材起こってますけど、それはどうなるのか分かりませんが、はい、幸男先生の記事ですね。まあそうですね、昔の予備校はすごかったからね、その辺のことも載っているので、まあちょっと見ていきたいと思います。これね、ニュースになったら取り上げますよちゃんとって言ってたんで、こんなヤフーニュースにガンガンガンとね取り上げられると思ってなかった。でも一番アクセスされてるのがね、文科省おかしいだろうっていうね、世界史がなくなるの歴史総合っていう話ですけど、はい、90年代の狂乱の予備校バブルのリアルとかってあってますけど、そこで独身時代は遊んでいましたかって質問に対して、遊んでいないとは言いません、僕は初婚が42歳なんです。あ、そうなったんですね、若い頃は遊びたかったんでしょうね。まあね、あれだけ弁が立つというか、もうすごい喋りですから、世界史の講師なんてね、だってすごい知識をさこうね見せることができる職業だしさ、まあモテるよね幸男先生。まあまあまあ顔もいいですからね。予備校の生徒と付き合ったことはとかいう質問になってる。僕ですか、ないない、大学生になる人間までを待ちますね、わら、だって。受験を終えて大学生になればお互いの同意のもと恋愛関係になることもあるでしょうね。え、僕ね、予備校の生徒とかでもう付き合ってた先生たちいたじゃないですか、幸男先生。そこは触れないんですか言ったらダメか。こんなの、浪人とか高校生とね、付き合ってたあの先生、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 あの先生。やばいね。はい。ごめんなさいね。あ、今言った指じゃ全然足らないですね。はい。知ってるじゃないですか、こんな角が立つ。昔の話ですからね、昔の時代ですよ、はい、でしかもね、この今言ったねそれぞれの先生がね一人じゃないからさ、1年にやめましょうね、はい。例えば生徒が先生のおかげで受かりましたと高校に来て、じゃあ合格祝いに食事行こうみたいなきっかけで、うーん、簡単には恋愛に発展しないと思いますかとか、元生徒と付き合うのは20から30代で予備校講師あるあるで、当時は珍しくなかったと思います。付き合い続けて結婚するパターンも少なくなったですし、そんな感じで僕も教え子と付き合いして42歳で最初の結婚をしたと。そうだったんですね。まあそういう教え子と付き合う人は、だから周りに 100% 毎年いたもんね、昔は。今はわかんないけど、そんな大きくない塾で、でもさ、大きくない塾でも、その中学校の塾、高校の塾でも、必ず誰かが結婚してた教え子と。周りで、そういう時代で、で、幸男先生の場合もさらに前だし、ヨゼミがすごくでかかった時代だから、そういうのを毎年のように見てたんでしょうね、幸男先生も。実は初回と2回目の結婚相手は教え子なんです。初回と2回目って言い方。教え子以外の女性とも付き合ってたんですが、結婚相手は教え子を選んでいました。最初のお相手は12歳年下で、10年間で4回ぐらい振られて最終的に結婚。挙式披露宴は東京白金台の、これなんていうの、八芳園。新婚旅行はイスラエルとエジプト。当時ではかなりお金をかけたと思いますよ。そりゃ一生に一度のつもりでしたから。まあ、あの有名な先生たちが行ったからね、結婚式ね。それが半年で結婚したそうなんですよ。だから、なんて、僕がだって、その、まあ、予備校で、まあ、よずみ先生たちとかと、なかなかあんまり会わなから、その、会った時に、幸男先生がもう2回結婚してた。あの、その話聞いた時には。2回離婚してた。幸男2回離婚したんだよって言われてて、え、そうなのってなってましたからね。42歳で結婚して43歳で離婚。次こそあと2回目にしたのが46歳。そうだったんだ。2回目の相手も教え子。16歳年下。その方も世界史の仕事を手伝ってもらいながら仲良くなり、お互いの性格を受け入れた上で結婚。結局2年半で別れることに。これもね、結婚式は東京湾クルーズで、ハネムーンは世界一周。すげえ。最初は良かったんですが、
お二人とも素敵な女性でしたが、僕が悪いんです。だって英語もできたので一緒に海外に住むという意味では最高でした。ただ当時の僕は喧嘩して相手を少しでも嫌だと感じるとシャッターをガラガラと下ろして関係修復を拒否してしまう悪い癖がありました。あららら、本当は一人が楽でいいやと思っていたのかもしれません。そして3回目、結婚はもういいやと思ったのになぜ、昔から子供が欲しいと公言していたんです。本当にどうしても子供が欲しかった。だから2回目の離婚後は真剣に婚活、50歳を過ぎてましたがお見合い写真を撮って婚活サイトに登録して、あ、そうだったんだ、へえ。そこで知り合ったのが今の妻と。結婚6年目、22歳、年下で一緒にエジプト暮らし。まあ、多少は知ってますけどね。あ、ユーテラのメンバーシップ見ていただければね。メンバーシップだと普通にいろんな喋っちゃってるもんね、ゆきお先生。それが見れるのはメンバーシップだけ。はい、ユーテラ授業チャンネル。3月に息子も生まれて、家庭の話とかもちょっとね、出ましたけど。まあ、これ、続きは記事読んでいただきまして。予備校のバブル時代の話も載ってますよ、予備校バブル。91年。そうそうそう、絶頂期。まあ、動画出てますけど、うちのチャンネルでもね。そう、ゆきお先生そこで入って、ちょうど上の先生たちがね、抜ける時だったんですよね。家庭教師のアルバイトをすると時給2万くらい。僕は家庭教師と塾講師を掛け持ちしてて、学生でも月50万くらい稼いでた。この話はね、うん、してた。栄光ゼミナルで働いてて、で、さらにすごい教えるのが上手いっていうので話が来て、で、それ家庭教師に行ってたって言ってたね。そうそう、算数とかね、数学教えるのね、上手かったんですよね、今日先生ね。で、大学中高の教員免許を取って、東京都の教員採用試験を受けたものの、なかなか受からなくて、卒業後、ヨゼミで講師をしながら、教員を目指した。そうそう、部活動のね、指導がしたかったんですよ、今日先生。これ全部自分が習ってた時の知識ですね、今日先生に。給料がそこそこ上がってって、当時の年収750万ぐらい。3年目で。なるほど。まあ、そんなもんじゃない。あ、そうそう。ここに書いてあるね。文化祭とか修学旅行とか、体育祭、部活の顧問。そうそう。こういうのをやりたかったって言ってた。これはね、授業中にも言ってた。そういうのがやりたかったんだよ。いや、今でもやりたいんだよって言ってた。で、サテラインの映像授業があって、450人規模の教室が満員になったバブル時代。映像で流しられたらカリスマ講師として有名になるかもという思いもあって、まず予備校講師のトップを目指そうとして、映像授業バブルがやってくると。450人教室が締め切り、オペラグラス。キャンピングチェア、そうなんですよ。キャンピングチェアに座って見てる人いましたよ。そんな時代ですよ。教室に入った瞬間、どよめきが起きる。ユキオが来た。今日はどんな面白い話をするんだろう。そう、僕は講師の中でお笑いギャグ系だったので、授業に入る前に生徒を人笑いさせたいんですよ。だから教壇に上がる際にわざとこけたりして、そうするとドッと湧く。そう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 、こういうね、ベタなお笑いです。今日先生、まあぜひね、ユーテラではライブとかもね見ていただいて、あとユーテラの普通の映像、普通の授業も見ていただくんで、ベタなお笑いをするで天然でも。こっちがいろいろ話をしてると分かると思います。あ、そうそう、野球の応援バットね、必ずも気にしてたよね、ちゃんと。生授業の場合はね、ヤクルトのバットだけどね、映像授業の時は苦情が来るからって言って変えなきゃいけないなんて時期もありましたよね。90年代の予備高校生は年収が1億を超えたり、スーパーカーで予備校に乗り付ける人もいたと聞きました。そうですよ、もうフェラーリ、ベンツ、ポルシェ、当たり前ですよ。だから何曜日は誰々先生のフェラーリ、誰々先生のポルシェ、誰々先生のベンツとかっていう風に決まってたわね、やっぱね。いい場所を止められるの。僕も印税などを含めて年収が5本くらい、5000万ですね。そんな時もありましたと。こういう、でも本当に今の時代ね、1億予備校でもらえるのって林先生だけだからね。でも林先生は別にさ、授業でもらってるわけじゃないからね、プロモーションとして年俸契約で超えてるからね。だから本当純粋にこう授業をして1コマこれぐらいもらってって1億超える先生がゼロになっちゃったからさ、今の予備校の時代って、それが悲しいですね。90分のコマ級が最初に入った時12000、もう入った時から1万2000円だもんね。すごいね。今なかなか大変だね。ベテラン講師だとコマ級10万円近く。それでね、その映像授業で2倍。再放送もあるんだったら3倍ですから、ね。そんな時代もあった。潰し合う教科もありますよ、そんな。ということでございました。はい。まあよかった。いい記事。まあ文春の人がやっぱ面白おかしく書いてるけど、まあいい記事でよかったですね。はい。ゆきお先生、3回目の結婚、今度こそ気をつけてくださいね。とか、今度こそうまくいってくださいね。ということで、ぜひ、ゆうてら授業チャンネル見てください。メンバーシップではいろんなのが聞けますんで。はい。ぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボーチン。よかった、いい記事で。